い、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では、今回はポケット戦国ですね、続きをプレイしていきたいと思います。前回ですね、鈴木攻めを観光して京都も攻めてという中、本願寺が式山城を攻略しに来て、まあ、奪われてしまった。さらに、鈴木攻めを行っているさなか、現在この岸和田城に三好軍勢約1万が攻め寄せてきているという状況になっています。で、今士気が40まで回復しているので、この士気が回復次第取って返して三好の軍勢を袋叩きにしてやりたいと思ってるんですが、その三好の軍勢の士気がまだ87と高いという状況で、これを見ていくと岸和田城の防衛力が147まで下がっているので、もう一刻の猶予もならないというね、かなり厳しい状況にはなってきてます。なので士気の回復が急務なんですが、三好の方とせめてね、士気は同等までは回復させていきたいので、ギリギリまで粘りましょう。まあ、岸和田城が荒れてしまうというねデメリットはあるんですが、それ以上にやっぱりしっかりとね、しっかりと味方の兵を回復させて、その上で敵の軍勢を一気に叩きましょうというところになりますね。ではこれで救援に向かいましょう。ちょっとね、兵力が完全に回復しなかったかなというのは残念なんですが、ギリギリ持ってくれるかな。あ、むしろ敵が引いていったね。よし、これはでかいですね。これ野戦で完全に三好を壊滅させることができれば、三好の影響力っていうのをね、排除した状態で敵の軍勢と当たれますね。他の軍勢ですね、他の軍勢なので、ここは確実に仕留めにかかりましょう。確実にね。で、ちょっと兵力の減ってる成政の部隊は少し後ろに下げておいて、こんな感じでいいかな。で、敵の方はそうだね、だいぶ下がってるね、士気が。なので、ここは一気に敵を壊滅させることを前提にした布陣で臨みましょう。なので、少し陣外をしますか。全選択しましょう。壊滅する可能性があるので、このままだと。なのでこれでよくて、あとは鉄砲を撃って撃って撃ちまくる感じかな。戦車で、撃ち漏らさずに壊滅させましょう。まず敵一部隊をね、確実に撃ち漏らさずに壊滅させていきましょう。で、ここで最大戦速か、秀吉の槍ブスまで敵を防ぎましょう。ここでね、三好の部隊が最大戦速で突っ込んでくるので、秀吉の部隊でここはなんとか槍ブスまで食い止めた後、勝家の部隊を後ろに回り込ませましょう。切り崩せということで、ここも来たな。成政がここで、どうだろう、持ちこたえられるかどうかだな。成政の部隊が吹っ飛ばされる可能性がちょっとありますが、まあ、そこはしょうがないね。で、コブも使っちゃいます。で、乱戦になってるんですが、
まあ、ここはねもうこのまま一気に攻め落としましょう。ここはちょっとあれかな、小6の舞台がまずいことになってるね。ただしょうがないな。ここはの舞台が壊滅する感じにはなっちゃいますが、まあここは良しとして、舞台を動かしていきましょう。ここで追撃ですね。この追撃が結構重要になってくるんで、完全に追撃しきりましょう。減らせるだけ減らすね。2500ぐらいまで減らせたかな。最後ね追い込みましたからね。よし、三好は釈放、久秀は登用する。釈放、まあ、この辺りの三好一族はね全て釈放していきましょう。で、松永久秀だけ味方にというかね、登用した感じですね。5000か、ちょっと今は無理だな。もはや朝廷の権威を必要としないですからね。岸和田城がだいぶ削り取られたのはしょうがないとして、次また岸和田が狙われる可能性があるんで、そうするとあれだな、一旦部隊の徴兵を先に進めちゃいましょうというのと、そうするとこの後のことを考えて、信春を最前線の雑賀地に入れましょう。で、雑賀地は内政を自動化してしまって、でかつ部隊が減ってるので徴兵も、もう徴兵始まってますね。で、この後はもう筒井を攻めましょう。筒井を滅ぼした後は筒井、邪魔くさいんでね、筒井残しておいても。で、あとは今は久秀が堺で商業投資中、秀吉が牧島城で神殿開発中ですね。なので、ここはですね、まずは信長自らで岸和田城の回収を入れていきましょう。2000でもいいので岸和田城は回収します。次岸和田が狙われたら落とされてしまう可能性があるんで、それはねどうしても避けたいので、回収を入れていきます。で、秀吉が戻ってきたら鈴木の雑賀攻めを行った後、順当に行けば筒井を滅ぼしにかかりましょうか。どうしてもね、若松と毛利が開戦か。これ毛利の脅威が思いのほか早く来るな。これ防ぎきれないでしょう。毛利がもうかなりのところまで来てるな。ちょっとペースを上げていかないとまずいかな。そしたらここで一度時を止めてしまって、表情を開いていきましょう。何をするかというと、まずは威圧ですね。ここは光秀を派遣して鈴木を威圧しましょう。
で、もう一本威圧入れておきたいんですよ。これが誰を派遣するかだな。本当はね、信長出したいとこなんですが、政治力の高い、交渉力に長けていると思われる、この中では最も高いのが、秀長ですね。じゃあ秀長を筒井に使者として出しましょう。これで筒井がね、門門に下ってくれれば一番いいので。まあ、機内の安定化をね、やっぱり第一に図りたいので。まあ、これで筒井とは完全に契約になりましたね。で、鈴木ですが、よし、これはじゃあこのまま、威圧を続けましょう。表情で、威圧、勝家に6000持たせて鈴木を威圧しましょう。これで46まで来たね。よし。次のターンでお金が入ってきたら、一気に、金をたんまり積んで、鈴木を傘下に出しましょう。これはどこ向かうの？筒井家と停戦？どこに向かおうとしてるんだ？まさか、まさかと思ったが攻めてきたか。ここは籠城しましょう。で、愚かなことをしてくれるな。本当に勝ち目はないぞお前らに。西賀陣攻め込みましょうか。これでまたあれですよね。でも鈴木は壊滅だな。ま、粉砕してやりましょう。これは、ま、信春以外の全員を出陣させればいいかな。これで兵1万を出せますね。で、敵の布陣が気になるのが、鉄砲隊がいるとね、結構結果的に消耗するっていうことになるんで、そういう意味では、鉄砲隊がどんくらいいるか見極めたいですが、鉄砲隊はいないね。まあ、鈴木家ではないというのが良かったのかな、そういう意味で言うと。そうすると、こんな感じでどうでしょう。これでもう敵をね、一兵逃さず粉砕しきっていくっていうね、ことをやっていきましょうか。んで、三段打ちで銃を止め直しましょう。で、勝家の騎馬突撃も出して敵を完全に粉砕しきる。これでどうなんだろう。もうほぼほぼ壊滅状態に追い込んだんじゃないかな、敵の方は。むしろゼロにまでね、切り崩せちゃうんじゃないかなっていう感じですね。
これで敵部隊は完全に壊滅したな。よく3000の兵で攻めていきましたよね、信長の軍勢に。これもでも総兵力245、武将1、終わったな。毛利と三好も海戦か。毛利の脅威が半端ないことになってきてるな。これ自動内政にしとくと勝手にいろいろやられちゃうんで、一旦自動内政は切りましょう。次鈴木攻めする前にできれば筒井に対して最後ね、いろいろ仕掛けておきたいといえば置きたいので、威圧ですね。信長自ら9000を持って威圧をしに行きましょう。鈴木ですね。お、織田家に降伏か。ちょっと待って。よし。信長さん、そんなことしなくていいよ。中止してください。お金を持って帰ってきてくださいと。これで2つ城を取りましたね、何もせずに。いやー、これは大きいね。なので、ここは徴兵をしてもらい、まああんまりっていうところではあるんですけどね。そうなると表情で城の強化をしておきましょう。もうね、かなりその毛利の脅威が差し迫ったものに正直なってきているというのがあるので、それをね今後払拭していくために城の強化を入れておきましょう。で、そういう意味で言うと、あとはどこに配置するかだな。長秀、久秀をここで遊ばせておくのはちょっと正直もったいないなという思いがあるので、久秀を移動させましょう。で、どこに入れるかなんですが、久秀は、四季三条に入れてあげるのがね、久秀の本望だとは思うんですけど、今、四季三条に入れることができないので、長政と手切れになることもしばらくないでしょうと。あとは、池田城がちょっと危ないけど、池田城もどうということもないので、そうだな。いや、岐阜に入れるのも変な話ですよね、久秀を。なので、久秀は、そうすると、一旦、高屋城に入れましょう。で、高屋城の内政を自動化しちゃいましょうと。という感じですね。さあ次からは、いよいよ筒井攻めですね。筒井はただ筒井とは同盟か。そうだよね、今筒井とは同盟中だよね。なので筒井攻めをする必要はないんだよな。となると本願寺だな。本願寺攻めして取っちゃいましょう。邪魔くさいですからね、本願寺。四季三条我がものにしましょう。もともと四季三条はこちらのものですからね、もともとをたどれば。筒井とは本当に同盟中でいいんだよね。あとは岩室城はまあいいよね。出兵させたいとこだけど、兵力が2700しかないんじゃどうにもなんないよね。ここは力攻めにして一気に四季三条を奪い返しましょう。もともと四季三条はねこちらのものですからね。さあ回戦していきます。どれくらいね、その
味方の損害を少なくして、敵を打ち払えるかというのが一つ課題になってくるかなとは思うので、まあ、そのあたりをね見極めながらという感じになりそうですね。おっとこれでどういうことになるかというと大丈夫そうだね。敵の数も多いけど粉砕できない数ではない。まあ、なんといっても味方はね鉄砲隊いますからね。鉄砲を撃って撃って撃ちまくりましょう。で三段打ちをしてここは一気に敵を壊滅に追い込みましょう。悪くはない状態にはできたかな。これで追い打ちをかけるかな。そしたら ここで勝家の騎馬突撃を出しましょう。勝家の騎馬突撃が決まればかなり敵の軍勢を蹴散らせるんじゃないかなと思うので、勝家はここまで騎馬突撃でガーンと一気に敵を蹴散らしてもらいましょう。味方の損害はほぼほぼなく敵を壊滅できたのでまあよしとしましょうか。で四季三条このまま落とし切りたい。よし四季三条落としましたね。まあ、力攻めにしたのでそれが良かったのかという話ではあるんですが、おおここで敵本願寺の手が出てきたか。これあんまり嬉しくないですね。味方の方は少し消耗してるかなっていう感じが。そうするとさっきと同じ布陣でいきますか。でさっきと違うのは本陣を少し前に出しましょう。本陣をね、まあ本陣を前に出すのが吉と出るか凶と出るかというのはありますが、敵は魚鱗の陣か。しかも剣に自ら出てきている。なるほど。となるとここはまずは剣を完全に打ち滅ぼしましょう。剣をまず出てこない。そうなると1個下げるか。鉄砲隊なんだよね。他敵は鉄砲隊はここにもいるのか。鉄砲隊が2部隊いるわけだな。となるとまずこの鉄砲隊が邪魔なので勝家の隊で1個潰しましょう。でこっちの抜刀部隊を後ろから回り込ませてこれも壊滅に持ち込みましょう。でここはしょうがないんで正面突撃を敢行するしかないですね。
全体的に前線を少し前に出してあげましょう。で、成政が切り込んで敵の鉄砲隊を壊滅させるという作戦ですね。よし、敵は引いたか。ただこれで終わらせはしないぞ。ちょっとでもね、多く削っとく分には本願に戦力を削げますからね。これでとりあえず四季三条は取り返して、しばらくは安心なのかな。で、すり減った兵の徴兵を早急にしましょう。で、この後は、すぐにでも浦上が毛利に降伏か。早かったな、めちゃくちゃ早かったですね。これはすごい速さで降伏されてしまったんで、こうなってくると本当にまずいのが、この後どういう展開になっていくかというところなんですが、ちょっとその様子はね、次回お届けをしていきたいと思いますので、今回はここまでにしたいと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もしよろしかったらですね、このチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。あとですね、ツイッターの方で動画の更新状況と、あと収録状況、まあ、その他雑多な内容にはなるんですが、情報の方を発信しておりますので、よかったらツイッターの方もフォローもよろしくお願いいたします。